はい、こんにちは、つかつです。ということでね、今日もやっていきましょういやー、今回ね、何するかというと、まあ、先日ね、6月13日の午前5時に、第171回の芥川賞、直木賞のね、候補作が発表されました。僕自身は午前5時までね、徹夜してね、パソコンの前で、こう待機してて、5時になった瞬間にね、ずーっとこう更新して、見ましたけどね、とても良かったんですけど、今回は、芥川賞の ですね、の候補作を全部見はい。まあ、早速やっていきましょう。まあ、早速ですが、候補作をね、一つずつ言っていきます。まず一つ目が、朝日奈秋、三椒王の四十九日、新朝五月号。二つ目が、尾崎世界観、天の声、文学会、六月号。三つ目が、坂崎薫、海岸通り、 文学界2月号。4つ目が、咲坂鯨、いなくなくならなくならないで、文芸書き号。5つ目が、松永景三蔵バリ三公、群蔵三月号。以上、この五作品が候補作となっておりますね。 一、まあ、人ずつ見ていきますと、まず一人目がね、朝日奈明さんなんですけれども、朝日奈明さんは1981年前と、2021年にね、潮の道っていう小説で第7回林文美子文化賞を受賞しています。翌年2022年には、同作を収録した単行本、私のモータンで単行本デビューと、2023年には、 植物少女っていう小説がね、刊行されてるんですけど、まあこれがね、なんと三島幸夫賞を受賞していると。そして、同じ年の2023年には、 あなたの思える左手でて、野間文芸新人賞を受賞しているということですね。意外とこの人は、芥川賞の候補には1回も入ったことなかったんで、まあ、今回で候補1回目と。まあ、しかしね、もうすでに、三島賞と野間文芸新人賞を取っていますから、もうかなりの実力者だっていうことがわかるわけね。さらに、まあ、今回で芥川賞を取ったら、三冠王になるわけですよ。つまりね、芥川賞、三島賞、野間文芸新人賞すべてを取る人のことなんですけど、 今回のね、候補作ね、見ていくと、まあ、基本的にはね、この分断のど真ん中を進んでいる人って逆に少ないんですよね。だから、この三島賞、野間文家、新賞とか取ってる方が、まあ、がついてるわけだから、芥川賞を上げやすいみたいなね、そういうのはあったりするかも、なかったりするかもね。で、二人目いきますと、尾崎世界観ですけれども、 尾崎世界観はね、1984年生まれと、2001年結成のロックバンドクリープハイプのボーカルギターとね、2012年にアルバム死ぬまで一生愛されてると思ってたようでメジャーデビューしています。で、2016年にね、初めての小説ユうスケをね、書き下ろしで刊行他の本ね、めちゃくちゃ実はあって、エッセイとか多いんですけど、2021年に刊行された面影っていう小説があって、 で、これが実は、芥川賞の候補になってまして、これは他の作家で見てみると、実は芥川賞候補になってる作家はね、尾崎世界観しかいないんですね。他の作家は候補1回目なので、まあ、いわゆる有名人枠ではありますけど、僕は前の面影読んでとても良かったと思うんだよね。僕は個人的には泣いちゃったぐらいの完成度高かったと思うし、あとね、僕は個人的に、クリープハイプね、聞いてたんですよね。 メジャーデビューしたアルバムと次のアルバム。 は、この二つはめちゃくちゃこうループして聴いてて、え、こういう世界もあるんだなと思った。こういうさ、音楽家が、芥川賞の候補に入るって、まあ、最近ではなかなかないんじゃないですかね。こういう歌手から来る人は、まあ、珍しいかもしれないね。続きまして、三人目ですけど、坂崎薫さんですね。坂崎薫さんは1984年生まれと、2020年にね、リモートっていうので、第1回家具屋 SF コンテスト審査員特別賞を受賞 受賞していますで、2022年には、嘘つき姫っていうので、第4回、百合文芸小説大賞、あたうっていう作品で、第28回、三田文学新理賞佳作を取ってんだよね。あとね、ベルを鳴らしてっていうのが、まあ、小説現在7月号に掲載されたんですけど、これがね、第77回の日本推事作家協会賞の短編部門を受賞しているということですね。まあ、結構この人はね、アンソロジーとか、こういうちょっとした賞って言うと怒られるけど、を受賞 ししたりとかして、まあ、結構下積みっていうかね、ずっとやってたんですけどで、単行本はなかなか出なかったんですが、つい先日ですよね、2024年に、嘘つき姫っていうね、単行本が川で防審者からついに出たと。長い下積みを経て単行本化したすぐにね、こうやって海岸通りっていうので、芥川署候補に入るっていうのが面白いね。 まあ個人的な試験と考えてもらったらいいんですけど、最近の作家って、ドメジャーのなんとか新年賞取って分断デビューしましたっていうよりかは、まあ結構下積みを経て、ちょくちょくこう名前を売りつつで、単行本ポコポコ出してって有名になるっていう方法もあるんですよね。 まあ、同人活動みたいなのもあるんでね。今はま、文学フリマとか、あと一人出版社とか、リトルプレスから本出すとかね。そういうね、方法があったりするんで、意外とね、今ね、SNS とかもあるんで、文壇デビューとかする前からみんなに名前知られてるみたいなことができるから、坂崎香るさんは個人的に僕、それのイメージあるんだよね。 てか、まあそういう作家が増えているんじゃないかと僕は思ってるんですけど。まあ続きまして4人目ね、崎坂くじらさんですが、崎坂くじらさんは1994年前と、慶応義塾大学文学部卒業だって、僕ね、これ知らなかったけど、2016年に熊谷雄也とのポエトリーリーディング×エレッキギターユニットアンチトレンチを結成してるらしい。あと、2022年に、 死集とても小さな理解のためのっていうのを刊行してるんだって。2023年に夫婦間における愛の適温っていうのを、まあ、100万年処方さんっていうね、ところから、いわゆるこれエッセイ集だと思いますが、を刊行していると。 で、2024年に今回の、いなくなくならなくならないでを、まあ、初めての小説として、文芸に掲載したところ、なんと芥川賞の候補になったということですね。この酒坂くじゃさんも、僕はね、夫婦間における愛の適温は、読んではないけど知ってましたね。まあ、今、百万年書房っていうね、出版社が、暮らしっていうエッセイシリーズみたいな、を出してて、これね、僕ね、前から気に合ってたっていうか、まあ、結構周りの人たち、 というか、SNS 付き合いしてる人たちが、まあ読んでたりするんで、ああ、僕も読んでみるかと思ったわけ。で、そのうちの一つに、まあこの人がいたからさ。 ま、名前ぐらいは知ってたんだけど。で、あとね、個人的に面白いなって思ったのは、坂崎香織さんのね、先坂鯨さんがいるっていうのがね、これちょっとややこしいんだよね。坂崎なのか、先坂なのかっていうところで、絶対間違える人いると思うし、あとこれどっちも濁らないのが面白い。坂崎でも、先坂でもないんだよね。で、あと直木賞の方にね、青崎優吾っていうのがいて、これも青崎ではないっていうんだよね。 尾崎はいるんだけどね。尾崎世界観だけは濁るんだけど、それ以外の先は濁らないって覚えておいた方がいいと思いますよ。で、最後5人目ですけど、松永慶三蔵さんですね。松永慶三蔵さんは1980年前と、関西学院大学卒業だって、2021年に亀を で、第64回群像新人文学賞の優秀作を受賞して作家デビューしています。むしろね、この松永慶三蔵さんの方が、ドストレートで、この文壇デビューして、芥川書候補になるっていうパターンなんですよ。他の人って結構いろんな活動してて、こうプロフィールめっちゃ長いんですよね。いわゆる純文学のね、文壇から外れたところでエッセイ出してたりとかしてるっていうパターンは逆に珍しいわけね。でもそっちの方がプロフィールが 分厚くなったりとかすでにファンを獲得してたりするわけで、純文学1本でやるともうプロフィール少なかったりするんですよ僕はどちらかというと純文学中心でやってる人の方が応援したいんだけどまあ、今はねいろんなねそういう称号っていうか過去の遍歴とかがまあ、重視されるというかあった方がね面白くなったりする時代だと思うんですでもう自分たちで同人活動とかもできると思いますからそういうさ 作家ね、やっぱ増えるんじゃないかなと思ったりしますね。まあ、純文学作家だからといって、純文学だけではなくて、いろんなことをね、やったりとか SNS で発信したりとかする時代に、ついになってきたんじゃないかっていう気は、せんでもないんだよね。 まあそんな感じでね、今回第171回の芥川賞の候補作をね、すべて見てきましたが、実はですね、もうこの時点でね、嬉しいお知らせがありまして、実はこの5作品ね、すべて単行本化が決定していると、横ですね。 僕はもうそこばっかり気になっててね、出版社のホームページとか、アマゾンで調べたりとかすると、すべて単行本化するらしいということで。まあ僕自身はこの5作品すべて読んでね、すべてのね、あらすじ感想の動画を、まあ読み次第どんどん出していこうと思っておりますね。まあ毎度やってますがね、いつもギリギリなんでね、少しでも余裕をね、持ちたいなとは思ってんだけどね。 ま、頑張っていこうと思っておりますね。まあ、そんな感じでね、今回はね、終わろうかと思います。高評価、コメント、チャンネル登録ね、どうぞよろしくお願いします。ではでは、スカツラでした。バイバイ